はい、どうもこんばんは。ということでね、今日撮っていく動画の内容についてなんですけど、実際に自分が交通事故に遭って、こうね、車のその強制保険っていうか自賠責保険かとは別に任意保険っていうのがね、もうあるのはみんな知ってると思うんだけど、その任意保険の内訳っていうのかな、あんまりね、細かくこう気にしたことが今までなかったんよね。その、まあ、対人対物無制限は入っとった方がいいよね、もちろんだよねっていうとこと、あとはまあその車両保険もこう入るか入んないかみたいなとこをこう悩んだりするようなポイントだと思うんだけど、それ以外にもなんかね、めちゃくちゃやっぱね、これは入ってた方がいいよねっていうような保険の内容があったから、実際に自分が事故を起こして、あ、これ入ってた方が良かったねって思うような保険の内容について今日はね、話していこうかなと思います。自分の保険の内容が、その車両はもちろん入ってて、対人対物は無制限は、まあ、入ってたよね。で、その車両保険って言っても、例えば自分でさ、運転しててちょっとぶつけちゃいましたとか、まあ、壁にこすっちゃったとかね、駐車の時にぶつけちゃいましたって、要はその自損事故ってやつだよね。相手がいないような事故の時に出るような車両保険には俺はね、入ってなかったよね。ただその車対車の事故の時に出ますよっていうのはこう車両保険に入ってたんだけど、それ以外にもね、これは絶対に入ってた方が後々いいな、ストレスがないなっていうような保険はね、弁護士費用特約っていう保険があるんだけど、これはマジで入ってた方がいいね。本当にそう思った。意外とね、交通事故の直後ってもういろんなとこに連絡したりだとか、その電話対応だとか、まあバタバタするんよね、ものすごく。で、当然そのバタバタしようときってさ、当たり前に自分はこう仕事はせないかんし、自分のね、やらなくちゃいけないことはやらなくちゃいけないし、そこにプラスアルファで今までしなくてよかったことがすごい勢いですごいスピードで入ってくるわけよ。でさ、やっぱその保険会社の人たちとかって基本的にやっぱもうそれを生業としてるっていうか、それ専門で仕事をしてる人たちがね、もうメインだから、やっぱその次々来るのよね、これはどうですか、あれはどうですかって、これはどうですかみたいな。なんでこっちなんかもうど素人でさ、ほとんど知識がない状態で、そのどういう風に伝えたりするのが一番いいのかとか、その物事をね、進めていく順番だとかって分かんないじゃんね。でね、これはね、どこどこの保険会社とかってこう名指しではこうね言わないけど、やっぱ基本的にね、その任意保険会社っていうのは、まあ、それは当たり前のことだと思うんだけど、なるべくその保険料というか保険金をなるべく払わないで済むような形でいろいろこう話をね、進めてくることがね、やっぱ多いです。それはまあ当たり前だと思うんだけどね、何でもかんでもポン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 こう保険金を払ってたら、そもそもその保険会社の経営自体が成り立たなくなってくるから、まあ、それは仕方がないかなと思うんだけど、やっぱね、そこら辺のやり取りとかがもうすごいストレスなんだよね。で、この弁護士費用特約っていうのに入ってれば、弁護士さんにそこら辺をね、全部こう、まあ代理の受付窓口っていうか、委任してこうやってもらえることができるから、これは結構ね、おすすめです。あとはその治療費の打ち切りだとかね、いろんななんかこう素人の僕たちからすると、まあよくわかんないようなこととかでも、やっぱ弁護士のね、人に入ってもらうと、こう弁護士の人に相談して弁護士の人がベストな選択をしてくれるから、この弁護士費用特約っていうのはすごいおすすめだなと思いました。で、次なんだけど、これね、こんな保険入ってたっけって俺自分で思ったんだけど、レンタカー費用特約っていうのがあって、このレンタカー費用特約ってなんだってね、思うと思うんだけど、車でさ、こう事故を起こした時ってさ、まあ、その車を修理しなくちゃいけませんとか、要はその自分が通勤とかの手段で使ってた車がね、なくなるわけですよ。で、なくなった時、意外と盲点だなと思ったんだけど、やっぱその代車レンタカーを借りるっていう風になった時のその費用を賄ってくれる、まあ保険会社によって多分違うと思うんだけど、日額まあ5000円とか7000円とか8000円とかね、あると思うんだけどね、これに入っているとその車がないでレンタカーを借りたとしても、まあ保険会社がそこを払ってくれるよっていう。1日丸々借りたらレンタカーってまあまあな金額するけんね。で、大体1日2日で修理が終わることなんてね、そんなほとんどないやん、事故して。だからこれはね、入ってた方がいいなと思いましたね。で、あともう一個の保険はね、対物超過特約っ
っていうようななんかこう保険があるんだけど、これね、なんか無制限とかもあったりするのかな。でも自分が知ってるのはね、あのマックス50万円までは、限度額50万円までで支払いしますよっていうような保険だった。で、対物超過特約って何ぞやってなると思うんやけど、あの基本的にさ、例えばその賠償責任、物損とかの賠償責任が出た場合って、あの時価額で支払いをするか修理費で支払いをするかっていうのになると思うんだけど、基本的にね、この例えば修理費が100万かかりますよ、で車の時価額が70万しかありませんよってなったら、これもどちらか安い方でいいんよね、その賠償責任を負う場合っていうのは。確かそうだったと思うんだけど、で何が言いたいかっていうと、その例えばさ、大切に車を乗ってる人って言ったらさ、こうだんだん走行距離も上がってくるし、年式は当然ね、古い車になっていくじゃん。でそうなった場合って基本的に時価額っていう方はどん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 こう下がっていくのよね。最初はその80万の時価額があったものがだん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 下がっていって70、60、50みたいな感じでね。でこうなった時ってさ、こうまあ相手方にももちろん言えることなんだけど、相手が大事に車を乗っててね、自分がぶつけちゃいましたってなった時に、いや時価額50万の車なんで50万までしかお支払いできませんよってなったら、相手の人も、もちろん自分が逆のパターンだったとしても、まあ、泣き寝入りじゃないけど、そんなの納得できないよっていう風にやっぱなっちゃうよね。でここでさっき言ったその対物超過特約っていうのがあれば、そこにプラスでその限度額50万までは支払いしますよみたいな、そんな感じかな。でこれに入ってるとこう相手とのこう時短交渉とかもね、意外とスムーズにいったりすると思うんでね、うん、ベストな保険の内容っていうのもというと他にもあるのかもしれないけれども、まあ自分がね思ったのはね、この弁護士費用特約とレンタカー費用特約と対物超過特約っていうのは入ってた方がいいなと思いました。もちろんね、対人対物は無制限は、うん、当たり前だと思うんだけど、であとね、意外とびっくりしたのがね、任意保険に入ってないっていう人もいるんよね。まあこれね、任意保険に入ってなかったらね、何が起こるかっていうと、その自賠責保険っていうのが、まあ強制保険のねあれなんだけど、それがね確かね120万までかなは出るんだよね。だからその120万で収まるような事故だったらいいけど、例えばものすごい高額な賠償をねしなくちゃいけないってなった場合に、それってこうやっぱ任意保険に入ってないとダメだと思うよね俺。で基本的にやっぱ車を運転してる人は絶対任意保険にはね入った方がいいんじゃないのかなと思います。ということで今回の動画はここで終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。